皆さんこんにちは。徹夜チャンネルの時間です。シーズンも無事に終わり、ただいま冬休み期間中なんですけども、毎日めちゃくちゃ寒いです。なかなか海に遊びに行けてませんが、今週の徹夜チャンネルは来シーズンに向けて新たにニューアイテムを導入しましたので、こちらのお披露目でございます。よいしょー、ついに MacBook 購入いたしました。早速開けてみたいと思います。本当に今さっき届いたばかりの MacBook でございます。袋をどんどん開けていきます。箱から出しました。薄いです。めちゃくちゃ薄いです。とっても軽い。それではオープン。お、勝手にスイッチつきました。アップルということでですね、今まではこの iPad を使って動画の編集をしてたんですけども、これからはこの MacBook で編集をしていきたいと思います。冬休み期間を使ってしっかり慣れていきたいと思います。そしてもう一つ、 MacBook を買った最大の理由、これをやるためだけに買ったと言っても過言ではありません。ではその夢を叶えに行ってみたいと思います。行ってきます。スタバで MacBook を開くできる男の必須アイテムですよね。イケてるな。はい、ということでこれからはこの MacBook を使って仕事に励んでいきたいと思います。まだまだ初心者なので、これがあると便利だよ、こんなのあった方がいいよなんていうものがあれば教えてください。今週もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。バイバーイ。